皆さんこんにちは、松雪しろいと申します。今日も周防のまなこの実況プレイの続きやっていきたいと思います。それじゃあ続きから早速やっていきましょう。確か、前回はアルタエオに追いかけられていて、なんとか2人で逃げ切ったところから始まりです。で、確かなんか重しになる石を水攻めのところに持っていく途中だったかなって思います。あ、ここよいしょ、はまるかな。あ、上がってきた。プラカード1を手に入れた。プラカード1、あ、そういうことか。なんか、あ、さっきもだったけど、イナリオは水を見ると震える。どうしてなんだ。それはやっぱり昔にいろいろハトバちゃんにいじめられたからじゃなかろうか。以前に私の言動で鳩羽様を怒らせてしまったことがあるのです。あら、怒らせた戒めとして私は想像力を剥奪されました。そしてこの道具によって罰せられました。何を言っちゃったんだろうね。以来水は怖いのです。そこまでするなんて、よっぽど怒らせるようなことを言ったんだな。何を言っちゃったんだろうね。イナリオはなんて言ったんだ。頑張れば報われる。だから生きることを諦めないでください。死にたがっている鳩羽様にとっては煩わしい言葉なのは分かっています。それでも伝えずにはいられなかったのです。それだけのことで稲荷代にひどい仕打ちをしたのか。それは理不尽すぎる。虐待だ。それは理不尽すぎる。それだけのことでガラスバハトバがお前に苦しい思いをさせるなんて、そんなの理不尽だ。どんなことでも頑張れば報われるのです。頑張って耐えればきっと事態は好転するのです。私はそう信じています。イナリオは間違いなく頑張っているはずなのに、この先こいつが報われないような気がするのはなんでだろう。でも親のために耐えて頑張るその気持ちは俺もわかるんだ。俺もこの仕事は母さんを助けるためにしているから、戦うことになるとしても結果的に俺と母さんが幸せになれば何でもいいんだ。私たち親思いなところが似ていますね。周防さんのような協力者がいてくれてとても心強く思います。ありがとうございます。似てる二人でしたね。
このプラカードを一応、さっきの、なんだったかな、なんとかっていう貼り付けのところにセットしていくっていう、あ、優しい。ちょうどこの虫眼鏡マークが出てくれて、これはここですね。はい、つけました。なんていうことが書いてあるんだ。一応セーブしておこうかな。私が苦しいときはあなたにも苦しんでほしいの。あと2つのプラカード、どこにあるのかな。ヒロリーに罪の名を。あ、そうだ、ヒロリーでした。あっち下はアルタイがいるからあっちはいけないよね。これはあんまり変なことを言うなよ。俺が動揺するとまともに想像力が使えなくなるんだから。ん前回のお話ですね。あ、あれ、ここってこんなに血が出てたっけ。よく見るとこの檻みたいなのに何か挟まっているみたいだ。あ、プラカード3を手に入れた。あ、やった。罪状、この者、他の住人を殺害。懲罰、アイアンメイデン。あ、なるほど。ここで殺されちゃったの？新生世界の者同士で殺すこともあるんだな。生きていれば、他の誰かに嫉妬を抱いたり、恨んだりすることもあります。そういった感情が転じて殺意になるのでしょう。稲荷にも気に食わないやつがいるのか。アルタエ、さっきの白いキツネです。ああ、アルタエ一方通行だな。悲しい。あいつとは全く馬が合いません。なのに私にいつもちょっかいを出すのです。捉えどころのないやつです。アルタイはイナリオのことを思って行動してるんだけどね。それが伝わってないんだか。ここにつけます。これはここですね。はい、来ました。あと1個だね。どこにあるのかな。もうちょっと左側に行ってみようかな。このミニバちゃん、もうセーブできた。そうだ、さっきアルタイに頭をガッて掴まれたの。すごーく怖かった。イナリをなでなでして。なでなで下の方に行ってみようかな。あ、ここはね、鍵がないと先に進めないんだよね。プラカードどこにあるのかな。この左は行けたかな。やっぱりじゃあさっきの下側に進んでみないと。
ちにあるのかな。あ、そっか。ここのお部屋まだ見てなかったね。あ、プラカード普通に落ちてました。プラカード2を手に入れた。罪状、そのもの、黒い影と自らの想像力の融合を試み、支配者への強襲を企てた。懲罰、ユダのゆりかご。影と想像力って融合ができるんだ。支配者への強襲？お前、仲間がカラスバハトガを襲おうとしたのか？ハトガ様の弱点はあの黒い影への力です。それを知っている者は我々の中でもごく一部ですが、知っている者の中でハトガ様に反抗心を持った者がその知識を悪用しようとしたのでしょう。確かに。イナリオたちも幻影もカラスバハトバの想像力によって生まれたものだから融合できるのかもしれないな。それならあの白いキツネがカラスバハトバの死を望んでいるのなら、どうして幻影の力を使わないのだろう。確かに、なんでアルタイは使わないんだろうね。それをするとイナリオが悲しむからとかかな。よし、これで全部揃いました。どうなるかな。はい、これはここですね。はまりました。箱が開いたようだ。あ、右側の箱ですね。何が入ってるのかな。鍵入ってるかな。あ、鍵庫の鍵を手に入れた。よかった。ここにありましたね。あ、念のためセーブしておこう。セーブももう23まで行っちゃいましたね。じゃあ早速鍵庫の鍵を使って鍵庫を開けたいと思います。鍵庫の中に何があるんだっけ。何を探してたんだっけ。そうだ、鍵庫の中の鍵を使って、あれ鍵庫を鍵で開けて、その鍵庫の中から鍵を取ってどっかの鍵を開けるってことか。なんかややこしいな。はい、コロン。それでは早く進みましょうか。この先には何があるのかな。あ、セーブだった。あの箱に手錠の鍵か先に進むための鍵があればいいんだけどな。あ、黒い影。あ、なんか大きい影。ああ、もう、まどろっこしいな。あ、戦闘モード来ました。よっ。避けて、あ、倒せた。あ、いっぱいいる。3方向じゃ足りないな。いなりよ、頑張って俺の想像力を避けろ。
っぱいいる。特にこのきついやつから。あー囲まれた。引っかかった。えいえいえい。オッケー。いなりを青い血が出てる。わ悪い。大丈夫か、いなりを。お気になさらず。それより、まだ気配がします。気をつけてください、スオーさん。まだいるのか。あれ？わ。すごい。体力が。わ。てしまった。避けきるのが難しいな。もう一回やってみましょう。あ、いける。あと少し。やった。見つけました。しました。あの影は何だったんだろう。ちょっと人型っぽい感じの姿を保ってたな。頭がぼーっとする。想像力を使いすぎた。ありがとうございます、スオさん。これで前に進むことができます。ああ、スオ君疲れてる。この箱の中に手錠の鍵が入ってるのかな？鍵束ですね。これだけあれば、手錠もさっきの扉のもありそうです。やったねー。スオ君疲れてる。あ、スオさん？頑張らないといけないのに。俺が頑張らなきゃダメなのに。母さん、母さん。はあ、もう、岩が邪魔で、遅れを取っちゃったじゃないか。アルタイ登場。また捕まっちゃった。探しに来てあげたよ、ひなりを。君たちとは、一悶着ありそうな気がしてたけど、僕も、杞憂みたいだった。杞憂だったみたいだ。お願いだ、アルタエ。私たちが、ハトバ様のもとへ行くのを、許してくれ。マリオ、君はこの世界の住人たちに、いろいろ言われているけれど、僕は君の愚直な生き方、と、バカなくせに真面目なところが、好きなんだ。だからこそ、傷ついてほしくない。やっぱりアルタイも、ナリオのことを考えてだったんだね。僕は、君を、ハトバ様には会わせない。会ったところで、君が傷つくだけだから。君は、理不尽に耐えることで、頑張ってきたけど、本来その努力は
幸せになるためにするものなんだ。無駄な頑張りなどない。頑張りさえすれば絶対に報われる。鳩場様に生きていてほしいから、会って話さえできれば、なんとか説得さえできれば。話したところでさっきのような仕打ちを食らうだけだよ、ナリオ。想像力まで封印されてしまって、こんな手錠までつけられて、想像力がないことをいいことに、たくさんの奴らに因縁までつけられて、顔に傷までついて、かわいそうに。これまでもずっと君は鳩場様から理不尽な暴力を受け続けてきた。君はそれを良しとして感受してきたけど、でもそんなことでは、いつまで経っても君は幸せになれない。あの人が生きていては、君はずっとあの人の存在に縛られて、自分自身のために生きることができない。曖昧な希望だけ抱いて、あてもなく頑張ることほど辛いことはないよ。もう鳩場様のことは諦めて、自分がこれからどう生きるか考えるべきだ。いやだ、いなくなってほしくないんだ、鳩場様。鳩場様、君の幸せのためでもあるんだ。分かってくれよ、ナリオ。また二人は捕まっちゃいましたね。セーブ。よし、そしたら今回はいい感じの時間なので、このぐらいにしたいと思います。続きが楽しみですね。二人は鳩場ちゃんの元にまたたどり着けるのでしょうか。それじゃあ今回はこのぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。